ーから15メーターの間で釣れることが多いんで、はい、その辺で止めてもらって、あとはねこんな感じでこうやってなんとなくジグがピョンピョンってなるぐらいの感じで。わかります、はい、高山さんは休むと知れないです。あ、そうなんですね。じゃあずっと動かしてたら、そうそうそう、きっと黙ってると来ないかなと。あ、黙ってると来ないんだ。いや、来ないですね。道具自体軽いからそんな一日やったって疲れるもんじゃないと思いますね。大丈夫大丈夫、うんうん、あ、これはあれだよな、あ、俺たちがあのままで来たらさ、今日は釣りやめたいだよ、釣りしなってたよ、うん、こんなのみんな買ってきたからいかったようなもんで、買わなかったらもう全然ダメだった。こんな寒いなんていうのは初めてだよ、びっくりした。やっぱりこっちの方が寒いわ。調子に行った時さ、店長が、ああもうダメだ、あの仕切ってくるから帰るなって言った、早くしろ早くしろって言った、と本当にみるみるじりすごったらね、うわーって、俺後ろに出てたらさ、こんな動かないさ、うわーってびっくりさせるんできた。いや、これ死ぬんじゃねえかなと思って、うわー、くるくるって言うんだから、だからみんな行ってた船がどんどんって帰るんだよね。だから向こうにすぐそれでいる船が見えなくなっちゃうんだよね。ガーッと出たんだよ、高く。で、後ろで見てたらさ、後ろ何飛んでるってんのね。いや、びっくりしたな。そんなに簡単じゃないって。船長、明日一匹は作れますかね。一匹？ちょっとなんかちょっと時期ずれちゃったからな。だから一匹釣れたらいいかな。あれ？風向きが変わってきた。うん。ね、はい。15ぐらいつってますね。そのちょっと下とかちょっと上とかを。来たらいいんだけどな。ガチャン。こっちも乗ってるな。ほんとこれは疲れる、止めたら釣れないって言ったもんね。これ疲れる釣りだよ。今日はぐっすりだな。ご褒美欲しいです。うん、でも早く誰か処理をあげればいいのな、船の中でな。そうすると張り合いがつくんだけどな。早く見たいよな。見たいな。来た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 好好好
やったやった。はい。ああ。釣れましたよ、どうか。本当だよな。一番釣ったことで、なんでできない人が一番最初に来たよ。やったーって。うん。うわ。はい、ビクセクレイ、どうだ、やったぞ。おおおお、やったぞ。わもういいな、いいな。わもうこれで満足だ。もういいや。ああ、もう来たかな。ああ、来てる来てる来てる。なんだこれ。オッケー、日本釣れたよ、これ。うん。はい、いいね。これ。やったもう一個。うん。はい。え、これ。おお、来た来た。はい。最高じゃないですか。うわあ、全然見た。やったー、やったー。来た来た。はい。はい、あれ入った。大きい。90歳。だって釣りしてるんですから、ね、すごいっすよね。しかも4つ釣ってます。すごい。じゃあちょっと最後です、はい、頑張りましょう。頑張りましょう。これで最後だ。楽しかったですね。
お前さんが6匹、親父も6匹だ。どうでした？ああ、本当に最高の最高だったやな。面白かったよ。いやー、よかったよかった。まあ一匹とかゼロだったらどうするかなって言ったらな。でもやっぱり最初の一匹が最高だったな。来た時。親父がね、最初に釣った時はね、本当にサクラマスがいるんだな。おお、本当に俺でも釣れるんだと思ったよな。本当にいるって思って。うん、本当に釣れるんだと思ったよな。ああ、本当に釣れるんだって思った。これで満足だよ。なんかね、来た甲斐あったよな。今晩ね、美味しい酒が飲めそう。うん、美味しい。祝賀会だ。うん。でこれ家に送るけど、言っとかないと怒られるから。ちゃんと。ちゃんとまえ、6匹分、8匹分したんだって言って、これちょっと釣れたんだぞって言って。ちゃんとまえ、6匹分、8匹分したんだって言って。怖いよ、ちょっと釣れてんだぞって言って。ちょうどいい時にぶつかったんだって言ってな。みんな聞こえてる。後で見てね。夢みたいなもんだな。夢じゃねえかな。1600円室だよ。1匹。この正面で。動画で写真やって。どうもどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。あとお父さん。どうもありがとうございました。元気で。はい、元気で。また、元気だったら来年来ますよ。北海道の方にね、京里の方にある、岩根山部屋で、まあ、ほとんど毎日ね、いや、毎年来てるんですよ。ああ、そうですか。経理やりで。経理やりで。後ろ。いや、後ろにする。顔見えなくなる。また。また、本当に。行かせてくれ、あなたは時期的にカレーションをやってるんで、まあ、ああそうだ、受けて同じ日程に取れるかどうかわかんないです。はい、そうです、はい、はい、じゃあそれだけまた一つ、お願いします。どうもありがとうございました。はい、食べられた。はい、早速、はい、最近釣れたかも。はい、あのね、この俺の88マサル、小林マサルのチャンネルに、はいはい、出る時はね、電話に、映るからね、出るからね。ありがとうございました。